信長の野望を。神聖。狭い道に手こずる者の武田の本庄つつじが先館を落城することに成功した我らが久保様。横槍を入れてきた織田も勢力を分断し準備万端。武田よ、今こそ決戦の時だー。今回は部隊数が多い、選抜部隊を選ぶぞ。戦士交代、佐竹と長に代わり、オナミ姫フェニックス織田が入りまーす。大事な大一番、任せたぞフェニックスよ。オナミちゃんも実家の伊達家攻められた鬱憤、晴らしてこいよ。それでは、改正員。この地形は中央にコブポイントがあり、左隣に射撃に適した高台がある、要注意だ。真田幸隆オナミちゃんは正面の要衝力攻めせよ。久保様も正面で敵に援軍よろ。清水は中央のコブポイント、フェニックスは高台の制圧を。勇気四天王水谷は左翼の封鎖を頼む。表裏卑怯な食わせ者、真田正幸、中央は激戦必至、なんとかいたせ。ウプ主の推しの小山シャンは水谷のフォローよろ。ひいきされてるから今ではしくろう。作戦は整った、物どもかかれー。距離が遠くて要所の制圧は無理だったか、幸隆は右翼の封鎖に努めよ。大将なのにノーマークの久保様、こっそり要所の奪還お願いいたす。清水康秀殿、中央を制圧いたしました。あ、武田春信の弟の信繁が中央へ、このままじゃ強撃されちゃう、久保様 U ターン、中央支援へ。フェニックス織田殿が高台の要所を制圧しましたー。順番を決めろ、ドイツからこの俺の餌食となるのか、砲翼転生を。いちいち炎を出すんじゃねえ、めんどくせえやつだな。僕だって負けないぞー、くらえ、久保のやーつ。ただの強撃じゃねえか。清水がすでに強撃されててピンチなんだから急いで急いで。兜山の猛攻兜山さだろうと、ゴールドセイントの我の敵ではないわー。いきんなよ、お前弓打ってただけだろ。シェ。久保様の救援間に合わず清水がヘロヘロに。奇数な運命辿ったらしい野菜長政が相手か、清水にはちと荷が重いな。長政と信繁の強撃はきついけど、正幸、中央の支守よろ。日の元一の強者、真田幸村のお父さんだし、ここは根性見せてほしいぜ。ならば我が浅井の裏を取り強撃しよう、鳳凰玄馬剣で撃破してくれる。真田を強撃する浅井と信繁、反撃で強撃する真田と久保様、さらに真田とフェニックスで浅井を強撃するのず、敵はさらに強撃しようとしてるみたいだぜ。もうわけわからん。右翼の戦いは真っ向勝負でオナミちゃんが、妖術忍者の加藤弾道を撃破。このまま要所も取れるな。お、信繁撤退。よーし、このまま進めー。おい久保後ろ突撃してるぞ。久保様、ちゃんと右翼の方も見とかないと。ごめんなさい。真田幸隆は魔法を放った。山形正影は385のダメージを受けた。山形正影をやっつけた。ファンタジーゲームか。ある意味歴史ファンタジーだよ。おい。正幸よ、父の魔法を上回る力を見せよう。表裏卑怯。卑怯、それは武士にとってはその気役称える褒め言葉なああり。アメリカ人がすごいことすると、クレイジーって褒める感じか。なんか違くない？そして卑怯臭いけどさらに合戦を有利に進める。はい、力こぶ。筋肉を意識しろ、スタミナ回復だー。あ、久保様、右翼抜かれちゃってるよ。まずい、軒口取ろうとしてるぞ、急いで追いかけろ。フェニックス織田殿が浅井長政を撃破しましたー。指揮優勢勝利です。マジで？まさか天下の覇者を決める大一番で、このおっさんが活躍するとは。小屋帰ったら織田城で宴会だ。領民を喜びしそうだぜ。それでは勝ち時をあげろ、かーあったどー。春信は最後まで、動かざること山のごとしだったけどキルレートは互角。兵力圧倒してたのに武田家はやっぱ強えな。なお MVP はフェニックス織田でした。この世界では強い方の織田とか言われて、織田信長の方が弱者扱いで呼ばれたり。まあそれはねえよ。しえ。そんな史実では戦国最弱と言われた男の大活躍が伝播、周囲に威風が吹き荒れる。さすが威風大、結構言ったぜ。これには弱い方の織田もびっくり。いやそいつこのゲームの主人公的なあれだからね。とりあえずお城3つ、ゲットでござる。では勢いそのままに武田を蹂躙するぞー。部隊を分散、括弧攻撃。武田の城は分断された、身の終わりからも築地投入。久保様のいる信濃北方面はまだ敵援軍来てるぜ。中途半端な軍勢で威風は出せぬが構わぬ、一気に蹴散らせー。楽勝、弱体化した武田じゃ相手にならんぜ。真田が楽々高遠城を陥落。信濃平定はもう目の前。2ヶ月後に砥石城も無事陥落。奪還しようと武田四天王の高坂正信が来たのでサクッと合戦。必殺技を叫んじゃう系忍者、服部半蔵が大活躍。こいつ固有戦法持ってたのな。
結果は多勢に無勢で楽勝でござる。まあそうなるわな。信濃もほぼ片付いたので今度は越後攻めの準備。越後はちと遠いから米しっかり持ってかないとな。綱重が木曽福島城を陥落。安定の実八万安。翌月には松尾城も陥落。順調順調。武田の残存兵力は17000。もうどうにでもできる感じだぜ。足名も龍寺寝返り士官です。かつて久保様を苦しめたこいつが家臣になるとは。その心意気やよし、組頭から励むがよい。進軍は順調に進み、桂尾城も陥落。そして織田存命なのになぜか秀吉の弟の秀長が武田にいて家臣に加わる。漫画だと秀吉に謀略を進める悪キャラによくされてる人だ。そして秀長早速伊達を吸収しようと悪だくみ。こらおなみちゃんの実家に謀略すな。まあ古賀足利の一部になれるのはいいこととも言えるけど、今南部と争ってるし今回は保留で。17軍で一揆が発生しましたー。弱らんせ。しかし戦は平常運転、帰り雲城を陥落。農民の方にはもうしばらくご不便をかけいたします。真田殿が坂戸城の工作に成功しました。資金も余裕あると工作もいい感じ。工作、さらに成功。もうやめて、坂戸城の HP はもうゼロ。そして久保様は飯山城を陥落。怒涛の勢いで武田家が没落していく。フルボッコ坂戸城もゲット。悲しみのオーバーキル女王。さて一中の都にも兵を増し増し。送りすぎると織田が来るかもしれんから注意だぜ。あいよ。越後方面もおかわり増し増し。先に送り出した部隊もいるし、これで越後平定いけるかな。北条氏政綱重コンビで増山城を落城。北条家は味方になるとほんと心強いぜ。また伊達家吸収しない、と誘われるもお断り。伊達のおなみちゃんは戦に夢中、土地を城をゲット。伊達家吸収は南部の処理が面倒いので、武田片付くまで棚上げ。久保様は飯山城で合戦用に待機させてたんだけど、春日山城が思いのほか硬いので援軍2号。久保様は限界まで城囲んで、米なくなったら小田原に帰還だな。おなみちゃんさらに酔いた城も陥落。久保様より知ろうとしてるかも。伊達が柴田城攻めに援軍を希望とのこと。よかよか。その字で柴田城って読むのか、読みにきいな。耐久を削り切った春日山城、武田春信が打って出るも囲んで撃破。そして捕らえた最後の関東八屋方、那須高助の投用に成功。おじさんコレクションコンプリートだぜ。お、春日山城の攻略も完了。本城になってたから他にも武将投用できそうだ。12名投用成功。武田家の武将、着実に吸収。北条城も制圧完了。越後平定完了だぜ。武田滅亡までもうちょっとって感じかな。適当に兵流しとけば片付きそうだな。それでは3回目だし伊達家吸収を許可しましょ。3個の礼を断るは失礼だし。いや2回伊達家を脅そうとして3回目に実行しただけだよ。細けいことはいいんだよ。この世界ではきっと伊達3個の礼とか言われるから。おい、特に問題もなく魚津城陥落。上杉一の戦上手、柿崎さんが仲間入り。でも天下統一間近だし、出番少なそうでやや残念。翌月富山城もゲット。武田の城、残すは4城。九州実行中の伊達、南部に攻め込んでる模様。伊達と南部、兵力拮抗してるぜ。こりゃ一遍南部締めないとダメかな。伊達家との折衝が完了。今後は正式な家臣となります。久保様の正室おなみちゃんがいるゆえ、安心して家臣となるがいい。有能な伊達一族、ゲットだぜ。武田攻めは金沢ごぼうを陥落。滅びの時は近い。今後は西でノップと戦うだろうし、強い伊達家は西に配置替え。共に戦場を駆け回るのが楽しみだぜ。武将の配置替えしてたら南部攻めてきた。身の程知らずすぎるだろ。関東から兵送ってとっちめてやらあ。ノップとの戦いもそろそろ開始。国衆を越前に送って嫌がらせ。鉄砲玉入りまーす。実八万が七尾城を陥落。ほんと強いな。でもさすがに米切れなので、とどめは犬山城から榊原に交代。移動200日、普通に米きついぜ。盟友の毛利家当主、元就様がお亡くなりになりましたー。度重なる戦の仲介、ありがとうございました。毛利との同盟は続くから、息子とも仲良くしような。明城での戦いが思いのほか激戦に、小屋地と南部舐めすぎてたかもしれん。なんとか落城に成功。でもこの兵力さ、これじゃすぐ取り返されちゃうぞ。毛利シャン、仲介を頼み申しまっしゅ。やったね、これで勝ち逃げだね。まあ南部はそのうち従属するだろうし、戦わずに進前して同盟組みましょ。
陸奥方面に遠征行くの正直めんどくせえもんな。さて武田は残りあと2城、風前の灯火。浅井山椒の飴ちゃんが沢田城落城。佐渡島も制圧完了。武田の次は織田だ、戦の準備を開始せよう。相手は筒井城1万3000の長尾影虎。関東管領になれず、北条攻めもせず没落したが、奴はガチで強い、心してかかれとはいえ兵力は5倍くらいだし楽勝かな。三好に横槍入れられるかもだけど、それも跳ね返すくらいの気持ちで挑みましょ。だな。武田との同盟を解消して5年、ついに武田家最後の城、松並城をカンラーク。久保様と伊達家の婚姻関係を無視し、武田が伊達に攻め入った事件もこれにて解決。まあ九州で伊達家もなくなっちゃったけどね。所領無常。さあてお楽しみの武将登用タイム。表示されてる武将だけでも全員即戦力。よっしゃあ、武田春の武器たあ。風林火山。これは天下人にふさわしい家臣。だな。では武田家を滅ぼし有能な家臣に治療を与えながら今回はここまで。今回の合戦で出てきた加藤団蔵、あやつもしやナルトに出てきた団蔵のモデルなのでは？ナルトに出てくる暗部のボスは加藤じゃない、志村団蔵だ。ペじゃなくてまさかのダックンだ？どうでもいい豆知識、面白かったら高評価ボタン押してくれよな。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。